新潟3区の立憲民主党の元職、黒岩隆弘さん。昨日朝、新発田市内の街頭演説で、自民党本部による非公認候補への2000万円を支給した件を受けて言及しました。ルールを守ると言いながら、嘘だらけの政党に、この国の政治を、ましてやここ新潟3区新発田の皆様の暮らしを託せるわけはないじゃありませんか。前回落選し、今回は負けたら引退と宣言している黒岩さん。終盤は無党派層に時間を割きます。いわゆる無党派というのが皆さんがまだ決めてない方が多いんで、決めてる地域ではなくてまだどっちにするか分からないという、そういう地域に攻めていく。夜には辻元清美代表代行が応援に。裏金批判を展開しつつ、最後の追い込みを呼びかけます。パーティー券で裏金作って、さらにこの選挙の直前に2000万円ポンと振り込まれてきてるわけですよ。皆さん、誰か2000万円皆さんにポンと何も言わずに振り込んでくれる人いますか。皆さん、最後まで気を抜いた方が負けます。ですからここからが力比べになるんです。これまで黒岩さんと4回戦ってきた自民党の前職、斉藤博明さん。昨日、小林鷹之元経済安全保障担当大臣が駆けつけました。これまで感じたことのない自民党への向かい風感じています。政権交代が最大の政治改革と訴える立憲に対し熱がこもります。意見がバラバラの野党に今のこの日本の舵取りを任すわけにはいかないんですよ。皆さん、続く斉藤さんも現政権の安定性を強調、旧民主党政権を引き合いに訴えます。自公政権を維持できず、また我が国は混迷の時代に逆戻りをしてしまいます。一方、自民党に苦言を呈す場面も。自民党の処分は遅すぎ、狭すぎ、軽すぎた。ですから今もなお大逆風の下で、私も含めて全国の同志が辛い厳しい選挙を戦っています。自民党が信頼を取り戻す改革をしなければなりません。前々回は黒岩さんに50票差で敗れた斉藤さん。世論の風が勝敗に直結するだけに危機感をあらわにします。組織を持たず独自の選挙戦に挑む日本維新の会の新人、吉村雄一郎さん。昨日、五泉市内で街宣を繰り返していました。この失われた30年を作ったのは、今まで政権を握ってきた政党と、今まで政権を握ってきた議員、一番の策は政権交代だと、もう立憲民主党さん言ってますよ。ただね、彼らも政権を握った時期があるんです。一区の石崎さん同様に意識するのは自民だけでなく野党、特に勢いのあると言われる立憲との違いです。どうせ変わんないだろうと思ってる層だと思うんですよね。誰に入れたって変わんないと思う。で、誰に入れても変わんないと思うんだったら、その票を受け負いますよっていうところが維新の、あの一番の強みだと思うんです。今後の戦略は。どうもお騒がせします。吉村雄一郎と申します。引く人がちゃんと集まるところにはしっかり顔を出して、あのここは回ってきてないって言われるところを潰す。今まで選挙だったりとか政治に興味のない層、そして、政治に不信感を持っている層、庶民と言われる方をターゲットにしていきたいですね。投開票日はあさって。
候補者たちは一票を削り出す正念場に挑みます。